僕を殺してくれ。初代図書館長ジェニウスがヒュシスに寝返ったというのはやはり間違いないのか。旧図書館の呪いは実在します。時々わからなくなるんです。本当に皆を救いたいという願いなのか、親の望んだ私でいるだけではないのかと。私にとって京都はすでに書かれた日記帳をなぞるようなもの。だから主体性なんて持てるはずもない。俺はあいつがずっと俺たちに嘘をついてる気がするんだ。話を聞いてからでも遅くないと思うよ。正義は必ず勝つ。でも誰の正義かはわからない。私たちは致命的な思い違いをしていたということか。あなたといると私は自分の使命から自由になれる気がします。やるしかねえだろ。あの人に誓ったんだ、この学園を。俺はどんな手を使っても必ず助けてみせる。今度は俺が止めてやる。力が必要だ、あいつを殺すための力が。その姿はまさか継承者。脆いぞセブンナイツ。これが破壊の力だよ。たった今たくさんが下った。我が前に示してみよう。英雄の力も互いの存在もただの道具と思い。待ちなさい、あなたは問答無用。みんながみんなを平等に愛することができればいいのだけれど、私たち似てきたのかもしれませんね。あなただけでも助けられてよかった。僕の罪だ。